途中までしかプレイできなかったよ。まあ、その時にやりたいゲームやればいいわけですよ。それはね、気分によって変わることはありますね、やっぱり。ガンバード2とギガウィング2やるつもりでしたけど。まあ、それも、まあ、好きな時にやればいいですよ。またそれやりたければね。いきなりこんな画面になるんや。タイトル画面。あ、タイトル、これがタイトル画面か。オプションモードないのか。あ、これがオプションモードか。キャラクター。じゃあいいや、普通にプレイゲームで。はい。あ、これがタイトル画面や。あ、そうか、今のなんか設定画面みたいなもんか。音楽がないねんな。基本的に音楽が表現されてないっていうか。あ、これがオプションや。タイム無限にしよう。あれ？あ、90が最高なの。ちょっと待って、ターボオフって何？ 1、1、2、2。はい、ワンプレイヤー。おお、キャラ多いやん、これ。めっちゃキャラ多い。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、7、5、16、17、18、19、20、20人もおんの？画廊伝説スペシャルより多いやんか。この当時っていうか、多分90年代だと思うんですけど、この当時の対戦格闘でこんなキャラ多いのって珍しいですね。2000年代以降になるとキャラ多い対戦格闘ゲームいっぱいありましたけど、これ珍しいっすね。これ、これでいくか。これ面白そうじゃないですか。キャラクター多くて。うわー、敵めっちゃ強え。速いし、おい。あ、さっきのターボ2っていうのはスピードのことやったんかい。そんな気がするな。めっちゃ速いもん。ダメだ、これ早すぎてできないわ、これ。ちょっと一旦ちょっともうちょっと再起動しますわ。ああ、ちょっと待って、何やってんのこれ。再起動して、ちょっとスピード速すぎるわ、あれ。最低に戻すか。いや、面白そうですよ、これ。全然知らないけど、キャラクターあんだけいっぱいいればね。これ洋ゲーだから×ボタンがあれなんですね。選択になるって、逆になってるっていうかね。ターボ1の方がいいな。こっちにするか。なんかなんつうのかな、スト2のあれみたいな、ストリートファイター1の列みたいな、坊主のね、一面の敵というか。それでも速いな、スピードが。スピード1でも十分。もともとそういうゲームなんですね、これ。さて、なんか蹴り技みたいなの出たけど、出なくなったね、急に。めっちゃむずいな。コンテにはね、キャラクター選べないんや。
さっきジャンボキックみたいなの出たけど出なくなったな。弱い。ああ、コンティニューしちゃったやん、また。技は全然出ないんやけど、これしか。蹴り技が全然出ないんやけど。これレベル下げるか。ちょっと強すぎるわ。攻撃ボタン1個しかないのかな、このゲーム。全然技出ないやん。四角ボタンしか攻撃が出ないんですよ。あと3つのボタン全然出ないんですよ。これちょっとレベル下げるか。強すぎるよ、敵が。あー、レベルないの、これ。設定が。タイムしかないんや。タッグチーム。あ、タッグチームでやってみるか。ランダムオーダー。これ、2人用しかできないとかありえそうやけどな。あ、これ人数今決められたんやな、多分。二人に。あ、そう、タッグやからでも二人しかできないか。結局は。じゃあこれもう一回これ使ってみようか。あー、やっぱそうやね。これ二人用やね、これ。しょうがないな。いや、面白そうやけど、めっちゃ難しいね。はい。この時にレベル決めれんのかな？プレイゲーム。キャラクター、サウンドテスト。レベルないね、これ。レベル設定ないな。94年か。タッグチーム、トーナメント、多分同じでしょうね。これも、二人用じゃないと多分無理なんでしょうね。ミュージックオンにしてるのに、音楽鳴らないもんね。これ使ってみましょうか。おお、なんや、浮いてるというか、なんか乗ってるやん。つうか技全然出ないんやけど。ダメだ、むずすぎるこのゲーム。早いし。これ LR とかなんかな、関係ないな。やっぱりね。そうか、×ボタンや。×ボタンしか攻撃が出ないんですよ。他のボタン何にも出ないんですよね。多分攻撃ボタン1個しかないんですね、これ。今んとここれが一番まだなんとか戦えてる気がするな。あ、十字キーか。十字キーで必殺が出るんや。十字キーでなんか、なんていうの、攻撃ボタンを押さずに十字キーだけで必殺が出ましたよ、今。
ああ、でもそうでもないな。出ない時もある。出ない時もあるというか。今初めて一回勝ちましたからね。ダメだ。難しいこれ。はい、終わります。終わります。